僕らの宇宙教室の宮川博史です。今回は私はこんな宇宙講演会を目指していますというお話です。私は山梨県を中心に首都圏、東北地方、それから中部地方と、さらに南米チリでの数回を入れると、数百回の講演会を開催しています。宇宙講演会の多くは大学の教授さん方が宇宙の中の、研究されているそれぞれの分野の成果内容を分かりやすく説明しお話しします。目的は学生や若い科学者にそれぞれの分野の魅力を伝え目指してほしいということと、一般の方々へのそれぞれの分野の広報活動だと思います。私の場合は研究者ではありませんので、エンジニアとしての経験を生かした講演会内容を開催しています。私の数十年のエンジニア経験を簡単に紹介しますと、日本の宇宙関連事業のトップメーカーの航空宇宙部門エンジニアとして多くの国家プロジェクトや国際宇宙ステーションへの荷物を届ける宇宙船コウノトリなどの国際プロジェクトにも関わってきました。さらにアメリカやヨーロッパ向けの人工衛星用部品や機材などの製造にも多く携わってきました。プロジェクトを立ち上げるのに一番お金のかかる検査、試験の設備関係を中心に数十件の国家プロジェクト、国際プロジェクトを立ち上げた経験があります。また JAXA の人工衛星追跡管制隊に所属し、人工衛星や地上設備の不具合対応の経験もあります。さらに国立天文台地理観測所に所属し、南米チリに赴任し、現在最高性能と世界最高性能と言われているアタカマ砂漠に建設した、国際プロジェクトアルマ電波望遠鏡の建設にも携わりました。以上の通り、日本の宇宙トップメーカー JAXA、 国立天文台という日本の宇宙三大部門で国際プロジェクトなどに携わった日本でただ一人のエンジニアとしての経験、また宇宙テレビ番組を原稿から監修まで100番組近く制作した経験、さらにラジオ番組の宇宙コーナーでは100回以上の宇宙の楽しい話題を放送した経験、その他としては山梨県立科学館のプラネタリウム番組制作経験や、空間活動、甲州市宇宙の学校活動、また円山天文同好会活動などなどを宇宙エンジニア時代の経験と地域での宇宙に関する活動を生かし、初心者向けの幅広い宇宙内容で講演会を開催しています。私は小中学校の頃の官房会で高級車が買えるような高額な望遠鏡を見せつけられ、私の家では買ってもらえないと、宇宙に興味を持つのをやめたり、また科学館の講演会で専門用語を連打され宇宙を遠ざけられたことは何度となくありました。そういった経験を踏まえ、私は初心者向けの分かりやすい講演会を目指して、来ております。そして宇宙飛行士や科学者の皆さんの講演会により多くの皆さんが参加されるようにという立ち位置で講演会を企画しお話をしています。それからそれぞれの環境に関係なく芸能界のスターの話をするような感じで多くの皆さんが宇宙を語れるよう思いっきり噛み砕いた宇宙講演会を目指しています。ですから今まで宇宙に馴染みのなかった方や、子供さんなど多くの皆さんに、宇宙の基本的なことを知っていただき、宇宙開発や、天文活動に理解をし、より、興味を持っていただければと思っています。それから私は宇宙の話を通して、地域や日本がもっともっと元気になればと、
微力ではありますが、少しでもお役に立てればと思っています。ぜひ多くの皆さんがご家族や友達と、夕焼けや月、星などの、楽しむ時間を増やしていただきたいと思っております。